どうも皆さんこんにちは。かぐやルナに触発されて動画撮りたくなってきた。なんかハイテンションなことするか。あ、俺ハイテンションなことできなかったな。なんで俺はかぐやルナに触発されて動画撮っちゃったんだろうな。全然眠いのに。やば、病気だ。なんかやっぱ今日納得しないんだろうな。タック病だ。スランプのことタック病っていうのやめろ。視野が狭すぎるだろ。語彙がなさすぎるだろ。見聞がなさすぎるだろ。なあ、スランプってもう言葉があるんだけど、スランプとタックどっちが有名かって言ったら、それはスランプの方が有名だろ。なあ、ドクタースランプあられちゃんだっているし、うん、スランプの方が有名なんだよ。だったらそこ有名なタックもいるだろうな。あ、メガネ汚ねえな。どうしよう。あ、立って喋るの気持ちいいや。みんな聞こえてる？俺だよ、俺、羽島教授よ。いやね、やっぱ立ってね、ストレッチしながらね、喋んの楽しいな。もうウルトラマンに喋ってもらおう。ウルトラマンセブンに。ウルトラマンセブンがね、俺の姿の代わりしてくれるから。ここでね。みんな大好き。ウルトラマンセブン立てないんだよな。クソかよ。立てよ。うんこ食ってるやつはバカだぜ。いや、つまんだ、まあ、うんこ食ってるやつやっぱバカだからな。いや、バカって言って怒るのは確かにそれは普通なんですよ。バカって言ったら怒るから。俺だって怒るもん。いや、そんな人に自分にされて嫌なこと人にしちゃいけないよね。でもうんこ食い始めたやつ誰？本当に納豆を作ったやつほどは重罪じゃないけど、まあ、うんこ手に取れちゃうもんね。手よりでかかったらさ、確かに食えないけどさ。まあね、うんこ食い始めたバカはね、そこそこ罪は重いけど、誰かは絶対食い始めてるからな、うんこなんて。うん。絶対誰か食うじゃん。納豆は最初に作ったやつがいなければ絶対生まれないんだよ、あんな。絶対生まれない、納豆は。最初に作ったやつが作らなければもう一生生まれなかった、あれは。でもうんこなんて絶対誰か食ってた。多分原始人も普通に食ってたよ。まずって言ってね、終わりだったと思う。喋ることないね。喋ることないなら喋んなきゃいいよ。俺味覚バグってるからさ、水とラムネ食ったらなんかケチャップの味した。味覚バグってんな。ヒカキンよりバグってんな。ラムネ食っていた。やば、頸動脈自分の爪で切るとこだった。こういうことがあるとめっちゃ怖いんだよな。爪怖。後でしっかり切っとこう。手入れしとこう。爪毎日切っちゃおっかなって思うけど、そんなマメなことできないんだよ。俺が毎日爪切ったら、ま、なんか一回、腕、だからまあ全部で、まあ5000円くらいくれないかな。5000円くれたら俺毎日爪切るよ、みんな。でもお金をさ、もらう場所がないんだよな。YouTube だってやっぱ結構持ってかれちゃうじゃん。で、5000円まるまる欲しいな。だからみんなにさ、なんか、1万円くらい払えばいいんだよな。で、そして俺5000円くらい手に入るからさ。まあでも税も考えたらもっともらわなきゃいけないな。2万くらい欲しいな。2万くらいもらったらさすがに5000円くらい手元に残るでしょ。テキパキドッカーン。というかそもそもさ、人のなんだろう、スーパーチャットとかのお金をさ1割以上取ることって普通にダメじゃない。
だってさ、YouTube が稼いだお金じゃないじゃん、あんなもん。確かに、プラットフォーム自体は提供してるし、まあ、YouTube がなきゃダメだけど、YouTube がいるだけじゃ絶対に生み出せなかったお金じゃん、あれって。YouTube は作る側としてはできないから、そのプラットフォームを作ったけど、だってさ、YouTube がもう自己完結しちゃえばいいじゃん。自分たちが YouTuber になってさ、面白い動画社員に作らせればいいけど、それができないから他の人がやってるわけで、でその応援したいってお金をさ、3割、4割取っていくのはちょっと違うと思うんだよね。まあ俺はなんだろうな、1割は取っていいと思うよ、そりゃ。でもね、どんなに取っても2割だよ。ちょっとだいぶ許されないけど2割だよ。うん。だってそのみんな YouTube に対してお金払いたいわけじゃないじゃん。3割 YouTube に払いたくて、まあ7割あのその人に払いたいっていう気持ちで払ってるわけないじゃん。普通に。だからその手数料っていうのはすごいなんだろう、減らした方がいいよね。だそもそもおかしいじゃん。そんなに。あとさ、お金制限するのもダメだよね。1日5万円までってさ。で、5万円だって2万5千しかもらえないわけじゃん。半分くらい持ってったとしたら。まあ、それでチャンネルメンバーシップがあるんだろうな。俺、チャンネルメンバーシップ何したら何しよっかな。まあ、復刻、なんだろうな。一度終えた、俺がちょっと気に入ってた企画を毎日やってみるか。それいいね。俺がもしやるんだったら、じゃあ、足かせ TV とか、あの、歯磨き TV、おしっこ TV。歯磨き TV、おしっこ TV、ガーガーチキンと大喜利とか、あ、アルティメットウォーター作ってみたとかね。あの、浄水器を浄水した水をさらに浄水していくんですよ。前は10回くらいやったんだけど、これをもう十何回もやっていくみたいな。今日は第12回で12回やってみようと思います、みたいな感じで、やったりとか、あ、俺いろいろあるな。チャンネルメンバーシップやったら。いっぱい動画作れんな。その俺のマニア向けの動画いいな。俺全然チャンネルメンバーシップやれるわ。うん、全然500円くらい取っていい内容だ。それで編集覚えていこう。うん。それで YouTuber っぽい動画撮っていこう。あと爪切る動画とかさ、そういうの、そういう俺が一度単発企画をさ、めっちゃ連続でやるのいいな。今記録したからね、動画で。撮れてるよね、動画。撮れてなかったら最悪だな。いいね。だから俺がチャンネルメンバーシップやったら、昔の俺のね、懐かしい企画をやっていこう。それをいっぱい続ける。おしっこ TV、 歯磨きチャンネル、歯磨き TV みたいなね。俺が歯磨きでふざけながら歯磨きするやつね。危ないけどね、ふざけながら。俺は真面目に歯磨きやってるんですけど、なんかね、多分俺 ADHD らしくてね、全然落ち着きがないです。シャク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 やってるんですね。 ADHD ADHD 連呼するのちょっとひどい。ちょっと性格悪い。性格は悪くないな、特に。 ADHD パンパンスパン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 スパン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 。まあいろいろあるよね。あ、髪切った報告動画とかさ、あんなクソ動画復活させてどうすんだよね。クソ動画復活祭。クソ動画、俺あれやりたくない。普通にね、ちょっとやりたいけど、ちょっとやりたくないんで。じゃあちょっとね、Amazon で足かせって検索してみるか。足かせ TV。残念ながら、僕が買える分の足かせがなくなっちゃいました。なので足かせ TV は事実上の終了となりますみたいな。スパンパバスパババスンパンパンみたいな感じでさ。なんで焦点始まるんだよ。そこはしっかり突っ込んでいかないと。
焦点始まる意味がわからない。あ、めっちゃ疲れた。よし、今日はね、足かせ探しておしまいだ。まあいいや、足かせ探すのめんどくせえ。バイバイ。